民主主義とかいろいろ後から近代化で入ってきたもの箱物ですよね、うん、制度として。でそこに魂を入れるっていうか、うん、中身は国民が作り上げるものですから、うん、その国民がやっぱり真となる骨格となるその一人一人の正当性、日本人としての正当性。だから矢野先生がずっとおっしゃってたその正当性がないと軍だってね何のために国守るんだの話になるじゃないですか。だからやっぱり日本の正当性をしっかりすると。でそれが国体だっていうと右翼だとか言われちゃうけども、でもそのじゃあ天皇制は何だったのかとか、私は金融の方やってるんでやっぱり金の流れで見ていくわけですよ。日本ほどお金持ちの国ないんですよ。皇室はあの今いろいろもうね籠の中の鳥みたいになっちゃってるけども、戦前のねあの M 資金だとかいろいろありますけども、うん、そのものすごい資金があるわけですよ日本は。今だって海外にすごいあの債権持ってるじゃないですか、うん、クレディットネーションですか、うん、うちら、だから世界最大の債権庫、そう債権庫でしょ、金はうなるようにあるんですよ。だけどなんで国民が貧しいかと、うちらになんで金が回らないのか、新しい発想を持って事業しようとする人に、なんでさっき原口先生おっしゃったように通産省が潰すのか、新しい科学技術を技術革新している人になんで科学技術省が来て潰すのか、みんな既得権益ですよ。だから金の流れを変える まさに財務審議局なんとかしないと金の流れが、あれが解体しないと上流が変わらないじゃないですか。そうするとね金の流れが変われば既得権益がバタバタ変わっていくから、そこで初めてねちゃんとしたものが出てくると思います、うん、おっしゃる通り。ですからそれこそ石井紘基がね前一生懸命戦ってた独立事業法人のいろんなあの資料だとかね、うん、ありますでしょう。特別会見もそうだし、うん、あの辺からやり直さないと本当にソ連の崩壊じゃないですけど、うん、今の体制そのものがどんどん五島国、三島国どころじゃなくて五島国どんどん落っこってきますよ。そう離れで隙を食いながらよその国に貢いでます。そうです。それで外国からインバウンドが来てうまいもん食って、で何しに来てるかというともう遊びに来てる、まさに目かけとかあの、うん、遊女と遊ぶ感覚で来てるわけで、うん、日本に。そう脱ドルになったらどうなるんですか日本の。脱ドルはならないです、うん、ならない。なぜかっていうと貿易とかそういうのはね人民元とかルーブルでこうやるけど、うん、金融 その資本市場のいろんなお金の流れっていうのはまだドルが支配的なんですよ、うん、でそれ決済システムからいろんなそのシステムがそんな一度には変わっていかない。だから脱ドル化は進むけども、それが新しい通貨になって別の通貨が主流になるまではやっぱり何十年ってかかりますよ。だから、まあ、その方向には向かってるけども、それが急に明日変わるとかあの3年後に変わるっていうよりはもうちょっとゆっくりした速度で進むと思います、うんうんうん、そうですね。今の、ね、危機的なね日本の経済とかねこういう状態30年こうだったんで、そうそう、だからどうですかその金融やっててその銀行家っていうかね金融業者とかこういうのはある種のこれまずいんだってことは自覚ありますか。テレビに出てくるようなアナリストとかなんか言ってる連中は株が上がるか上がらないとかね為替がどうだろうこうだってあの言ってる程度でね、本質的に日本の経済や金融のね問題について発言してないって気がしててね。してないですね、うん、それと日本は資産運用できないです、うん、この国にいたら。だからみんなアメリカの株を買うとか、うん、要するにうちらの資本市場がないんですよ、うん、で日本人ってね先物取引だとかなんだって、うん、江戸時代にあったんですよ、うん、もうそういう数学的に、うん、それをアメリカの、はいはい、そうちゃんとあってショールズとかね、うん、アメリカ の, そのノーベル賞を取った人たちが来て研究して、伊藤さんっていう確か教授が、うん、あのもう数学モデルあって、うん、だうちらは一番進んでたはずなのに、うん、なんでこんなになっちゃったのかなと。本当にバカになっちゃったよねだから本当はちっちゃくてもいいあの輝ける国、日のいずる国で、うん、それでいいんですよ、うん、でちゃんとその資産をどうやって守っていくかとか、うんうん、どうやって代々増やしていくかとか、うんうん、私は相続税はなしにすべきだし、所得税もなしにしていいと思います。 それをカズさんと楽一楽座って言ってまさに株主資本主義 ROE 市場主義だからダメなんですよ。公益資本主義にしないと。でも資本主義ってもともと公益だったはずなんですよ。そうなんです。コモンウェルスでしょ。だからそれをその背金主義っていうか、もう俺だけ俺だけになって、そうエクイティって平等という意味ですからね。そうです。最初はね、